現在は小学校や中学校の建て替えや改築、あと改修等の補助金の審査の仕事をしております。育児休業なんですけれども、先輩たちが取っていたので取りにくいということはありませんでした。部分休業の方はちょうど私が取り始めた人たちが増えた最初の頃なんですけども、僕は同じく育児休業を取っていた同僚とやっぱり取れるんだったら取ってみようってことで取ったんですけども、今はもうかなり増えていて、うちの職場にも私以外にも育児部分休業を取っている職員もおりますし、かなりの人数取ってると思うんですけども、おそらく職員というのは育児休業ですとか部分休業が取りやすい職場だと思います。研修員はいろんな分野の仕事があって、やってみるととても楽しいと思います。またいろんな人との出会いもかなり、多い仕事だと思います。また子育てと家事と仕事、その3つを両立する上ではとても女の人にとっても男の人にとっても働きやすい職場だと思いますので、ぜひ研修員になってみたいと思っている方はおすすめなのでチャレンジしてみてください。